こんにちは、D さんです。で今日なんですけれども、ちょっと今からね、ポパイさんのパスなどを、まあ、受けるんですけれども、ちょっとその前に、まあ、皆さん SNS で見た方だったらご存知だと思うんですけれども、まあ、ポパイさんなんか年末に大怪我して、うん、何があったのっていう、多分みんな気になってると思うんですよ。ちょっとね、あのカーキックカーキックここにつくさっきにカーキックこれちょっとハイキックだよ。それはもうやハイキック、うーんと、うらうわ、今は痛いですか？今全然、あ、今サルトは履いてるんでまだ痛いですけど、全然、昨日だから、一昨日か、床屋行ったらもう最悪ですよ、ゴリゴリしてる。いや、なんか、その、ちょうどパーソナル、ポパイさんのパーソナルのそうですよね、を受ける前日に、なんか LINE 来て、ちょっと明日難しいですみたいな、怪我しちゃいましたみたいなことって、でそれどういう怪我だったんですか？ここ怪我するって、ここ怪我するのは、だからハイエースがこうやってくるじゃないですか、さら、うんうん、に突っ込んでバリバリバリってなる。それが全く意味がない。ピクルの時のオーガでしょ。その感性で俺がこう言ったんですよ。パパパさんが自転車を運転してて、そうそう、こうやってチャリ乗ってたら、ハイエースがバーッと出てきて、でブレーキしたら、そうそう、だからチャリンコ無傷です。すごい。そう顔だけ、ただ本当にハイエース駐車だけです。濃厚いやそれでマジで、まあ、まず命のね、命に別状がなくて本当に良かったんですけど、うん、本当にね、もうどこも本当にけ、なんていうの、トレーニングに支障がないっていうか、うん、まあ、顔だけで良かったっていう、いや本当に骨折とかしなくて本当に良かったです。ハイエースと注射の一人目ですよ。山木さんもそうだよね。山木さんしたことない。山木さんもそうだよね。どれぐらいの速度でさ走ってたらこんな全員こんな感じなの？もうトレーニングしたかったんですよ。ゴールドジムに向かっていた時にもう突っ込まれて、ただ運転手に放った言葉が最初は、ジム行けねえじゃねえかよ。怒っちゃいました。お前ジム行けねえじゃねえかよって危ない。大怒りですよ。もう恋人を、ま、もう、ね、待たしてるかね。そう本当そう。そうもうボタボタで血、ガラスが入ったんでしたっけ？ガラスが、破片がもう20個弱ぐらい入っちゃって。何枚塗ったんですか？28枚。うん、28塗ったじゃないですか、抜歯したじゃないですか、家帰ったらまだ5個ぐらい血残ってるんですよ。針が自分でこうやって。北斗やりですよ。もう2個ダメですよ。僕らでもう2個ダメです。ちょっと7個ですよ。うーん、でやられましたよ。でも本当今ムチ打ちぐらいなんだよ。とまだけどちょっと変わってると思います。首が痛いんで、でもこれが治っちゃえばもう完璧です。もう元通り。まあちょっとね、今年2021年もしかしたらプロ戦で控えてるかもしれないんで、うん、まあ、出てるのかちょっと分かんないですけどね。しやがったんですよ。顔はしやがったんですよ。事故った自分に落ちた。そう、落ちた。だって1週間以上トレーニングいないんですよ。まあ、初めてですよ、人生で。まあ、そうっすね、うん、本当にず何もいることないかはずっと心理気の曲ですよ。全部調べちゃった。ウィキでずっと見てた。ずっと見てました。まあけど本当に、あの怪我もね、ここだけで、ここだけできる。本当ここだけですね。全然無理ですね。そういうことなので、まあ多分 SNS ポパイさんのインスタとか見て、あの心配してた方もいらっしゃると思うんですけど、まあこんな感じで箔がついて。箔がついて。そっか、そのためのか。違います。あの感じで、まあ、元気みたいですので、ね、よかったです。ということで、トレーニングやっていきます。じゃあね。